ヘルムシュテットはドイツ、ニーダーザクセン州の都市である。ヘルムシュテット軍の軍長が置かれている。人口は約2万6000人である。ヘルム山地とラップバルトに挟まれ、ブラウンシュバイクから東へ約3 6トルマクデブルクから西へ約4 5トルの位置にあり、ザクセンアンハルト州との境界になっている。ドイツが東西に分断されていた時代は、 西ドイツと東ドイツを結ぶ連邦自動車道2号線で最も重要な国境通過地点であった。また、西ドイツから西ベルリンへ向かうトランジット区間の西側最終地点であった。ヘルムシテットにはロマネスク様式の時代に遡る建物がある。特にルネサンス時代の建物や16世紀と17世紀に、 建てられた400軒を超える教授人の家や木組の家が現存する。かつてはヘルムシテット大学が置かれ、また、ンザ都市でもあった。エルムイコールラップバルト自然公園の中に位置する。また、文化都市同盟、新犯罪同盟に加盟している。ヘルムシテットダモス。ありがとうございます。